どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダムジオリジン MSD よりハイグレード144/1ジムスナイパーカスタムをレビューしていきたいと思います。そうですね、完全にククルスドアンを見てオリジン系を作りたくなったガキオです。こちらのジムスナイパーカスタムなんですが、プレミアムバンダイ限定商品となっておりまして、このジムスナとミサイルポットが背中に装備されているバージョンの2種が発売されております。ぶっちゃけそのミサイル付きの方を買えばこっちも作れるので、なんでじゃあこっち買わなきゃなかったのみたいな後悔をしている方は多数いらっしゃるとは思うんですが、まあしょうがないよね、先にこっち出たもんね。そんないろいろ思うところはありますが、ジムスナイパーカスタムレビューしていく。はい、まずランナーチェックをしていきましょう。ランナー自体は結構量はあるんですが、1枚1枚パーツ数が少ないので、ギュッと合わせればこれ3枚か4枚ぐらいで済むんじゃねえのって感想です。そんなにパーツ自体が多いわけではございません。シールも少なめで、あとはデカールで補う感じですかね。はい、そんなわけで完成しました。機動戦士ガンダムジオリジン MSD よりハイグレード 144/1 ジムスナイパーカスタムです。いやー、色味が渋い、これは超かっこいいですね。今回ね、要所要所デカールも貼りましたが、やっぱりさ、このオリジン系のガンプラはデカール貼るとまた映えるよね。全体的なパーツ構成は前回レビューしたジムキャノンとほとんど変わらないんですけれども、例えばね、この足のね、この部分にビームスプレーガンを喧嘩することができるんですけれども、そのために穴の開いている別パーツが付属したりと、要所要所変わっているところもあります。はい、後ろから見るとこんな感じですね。シンプルながらもこの6つのバーニアがいい味出しておりますよ。一応ここに3ミリ穴隠れてるんで、何かしらつけることは可能です。それではいろいろいじっていきましょう。はい、まず頭部です。このさ、ジムスナの頭部かっこいいっすよね。カメラがさ、赤になってるのがまたいいよね。で、しっかりとこのバイザーは下ろすことが可能です。そうするとね、あのバルカンが見える感じなんですね。構成自体はジムヘッドにこのバイザーを追加している感じっすね。ほんで首から下もね、ほとんど共通パーツなんで、ババッとご紹介していきましょう。まず腕部ですけれども、もうこの辺もね、ジムキャノンと変わりはございません。オリジンの腕はしっかりと動きますね。はい、よいしょ。で、右手のこっち側にね、こいつはボックスタイプのビームサーベルが付属しております。このままね、ビームサーベルここにつけることもできます。ほんで胴体もかなり優秀ですね。ぐるぐると回りまして、はい、いつものいきますよ。はい、いつものめちゃくちゃ折れますよと。まあ、ここに隙間はできますけど、超絶前鏡を取らせることができると、なんかあのエヴァ見たくなっちゃった。ほんで下半身もこの股関節自体がね、前後にも稼働しますし、はい、股割りもバッチリでございます。なんでここもぐるぐる回って、膝もがっつり曲がって、で、足首は普通。はい、そんなオリジン系ジムはですね、異次元の可動域を持っております。意味のわからないジョジョ立ちみたいなね、ポーズも取らせることが可能なので、本当におすすめできます。では武装周り見ていきましょう。まずこちら、通常武装のね、ビームスプレーガンは付属いたします。で、これはですね、ここ脚部に喧嘩させることが可能です。いいっすよね、このサブウェポン的なポジション、めちゃくちゃグッとくる。ほんでこちら、スナイパーライフルでございます。これがまたかっこいいよね。で、これね、こうやって折りたたむことが可能です。ほんでこのように専用パーツを使って腰のね、裏側に喧嘩することも可能です。素晴らしいですね。ほんでビームサーベルのクリアパーツ、ロングタイプが2本付属します。とはいえビームサーベルは1個しか装備できないので、必然的に1個は余剰パーツとなります。こうやってビーム差が増えていく。あー、かっこいいですね。このボックスタイプのビームサーベルもガキを好きよ。めちゃくちゃ手の甲やけどしそうだけどね。で、これは普通に腕に持たせることも可能です。そしてこちら、メイン武装のスナイパーライフル、これはかっこいいんじゃないですか。なんかずーっと見てるとボトムズに見えてくんな、これ。いや、めちゃくちゃかっこいいんですけど、唯一ね、あのせっかくのスナイパータイプなのに平手がないのがちょっと残念。せっかくね、可動範囲も広いから、いろいろポージングしたいんだけども、どうもね、握り手だけだと寂しいところはあります。はい、そんなジムスナイパーカスタム、もう可動と色分けに関しては文句ないです。ただ欲を言えば、やっぱり平手は欲しかった。まあでも全然こう、分度と仕応えのあるキットなのかなと思います。はい、というわけで今回はガンプラレビュー動画、機動戦士ガンダムジオリジン MSD よりハイグレード144/1ジムスナイパーカスタムの勝ち組レビューをお届けしてまいりました。いや、やっぱりオリジン系のジムは出来がいい。
めちゃくちゃ分度々がはかどる仕様となっております。色分けも申し分ないですし、スナイパーライフル、スプレーガン、ビームサーベルとしっかりと武装もついてきますので、かなり遊び応えもあるのかなと思います。バイザーの稼働とかもちゃんとしてましたね。でさっきも言いましたけれども、欲を言えば平手、スナイパータイプに平手がないとやっぱ寂しいよね。まあその辺はね、あのビルドナックルとかからなんかうまい感じに流用してもいいのかもしれません。早くククルスドアンのジム発売しないですかね。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキョウでした。